いっぱいの輪ゴミでありがとうございます。落語の正しい聞き方のあいうえおというのがありまして、あくびをしない、いびきをかかない、うろうろしない、え笑顔で聞く、おこれが一番大事で、面白くなくても笑う、笑っていくんです。今日も一生懸命笑われて、気分よく帰ろうと願っております。一席お付き合いよろしくお願い申し上げます。そんなに長くはやりませんで、なぜ記憶容量は10分しかありませんので、しばらくご辛抱お願い申し上げます。今年78になりまして、9月になったら79になるんですね。どういうわけか。で、また下は65のままなんですけど、またどうでもいいんですけど、今日の話、会長の接近、これは、トイレ便所のことでございまして、便所の呼び名が日本全国で何通りあるのかと、ある暇な人が趣味で調べたところ、なんと187通りの便所の呼び名があったそうでございます。187、嫌な趣味というシャレなんでしょうかね。これが931もあるとちょっと臭いなと思うんですが、187通りぐらいはあるような気がいたします。女子高生はちょっとレコーディング、なんだと思ったら、おトイレ、うまいこと言うもんですね。それから便所のほかにもいろいろ名前がありましてね、ですからトイレ、洗面所、いろいろありますけれどもね、その中でちょっと飛んじゃいましたね、いっぱいお客さんいるもんで。そういうわけでございまして、余計なこと言っちゃって、本当にね、飛んじゃいました。まあ、やる気はないなと思いましてね、それで高校生はそういうんですけど、いろんなのがありまして、で会長、これは別に幕島を開くことにはありませんで、神社仏閣が、特定の日を決めまして、秘宝、秘仏を一般公開する、これを会長で言いまして、両国は恵光院あたりを一月なり二月なり行かりまして、会長を行います。もちろんご承知のように、昔は交通というものが大変不便でございましたから、どちらへ参りますにも容易なことではございませんで、江ノ島鎌倉を知ってるというと大層自慢になったそうですな。いいね、あの人は江ノ島行ったんだってさ、鎌倉の大仏も見たってんじゃないの、羨ましいよなんてんでね。まあ今日では、この辺りにお住まいであるならば、まあ、江ノ島鎌倉おろか、箱根ぐらいまではひょいっと お気軽にお出かけになりますけれども、昔はそういうわけには参りませんで、ですからことにご婦人方は、いながらにして全国の神様仏様を拝めるというんで、この出外帳というのが大層流行ってそうでございます。なんせ見せ物小屋が出るくらいの大盛況だったようでございます。恵光院のすぐそばに、子供衆相手に一文菓子を売って商いをしているとじいさんばあさん、おばあさん、おめえさっきから何をブスクサ言ってんだい。ブスクサってわけでもないけどさ、面白くねえからだよ。何が面白くねえんだ。何があってさ、うちだって商いやってんだろ、こう天気が良くて人がドロ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 通るもんだから、子供だってよろしくはしないよ。そりゃいいけどさ、嫌なのはね、はばかり借りくるんだよ。恐れ入りますが、はばかりを拝借、それに変えたら今度は接近を、お下屋敷を、言葉違ったって借り物一緒だよ。それでもさ、菓子の一つも買ってってくれりゃいいのに、みんな借りっぱなしなんだもん。私はね、こじゃぐにさえから回してからかすめかと思うんだ。そんな邪険なこと言うもんじゃないよ。困った時はな、みんな同じだからな。もうそうだばあさん、
商売を始めてみようじゃねえか。何商売つったってそんなに手数のかかるもんじゃねえ。今おめえが便所を貸してるってんで思いついたのはどうだろう。向こうだって知らねえうちに来て頭下げんな嫌だろうし、お足を取って貸しやこっちだっていくらか儲けになる。高え答えいかねえから、指紋ぐらいでどうかと思うんだがな。何指紋つったって大勢くりゃ大した儲けんだろ。まあおじいさんは知恵者だね。うまいこと考えたらやってみよう。ってんだ来るし、二人して便所をきれいに掃除をいたしまして、張り紙をいたします。半紙に書いて貼り付けます。ご不浄をお貸しいたします。ひとたれ指紋、この指紋の料金、今のお金でいくらぐらいなのかと調べましたところ、江戸300年のうちに、まあもちろん一度変動もありましたようでございますが、大体幕末に近づくにつれて価値が下がってきたようでございまして、ものの本によりますと、江戸の中期から後期にかけて1両が大体、6万円ぐらいだったと言われておりますんで、したがって、この1両というのはこれ4000文と決まっておりますから、指紋というのは、60円でございます。まあ一たれが60円、私も納得をいたしまして、話を続けさせていただきます。まあ、何が困るってご婦人方、これが一番困ることでございまして、指紋60円出せば、まあ大平に便所が借りられとなって大層繁盛しまして、夜になるってえとじいさんばあさんニコニコして、どうだいばあさん、大した売り上げだな。どうじいさん偉いよ、これでこそお会長のありがたみがあるってもんだ、喜んでおります。ところが世の中はそうはうまくはいきませんで、10日ばかりすると向こうの空き地に今度は新しい便所ができた。こっちはこう塩をこう青竹で囲ってありまして、つくばいのところには青い柑橘植えておりまして、新しい手拭いかけにきれいな手拭いがかけてある。それと同じ指紋、これはまあどうしたって新しいお客が流れてしまいます。まあ、してああいうところはそのご不浄というくらいですから、新しいを好みますから、これしょうがないんです。本家本元のはさっぱり。ばあさんどうだったな。え、たったよったれだったよ。よったれ、ああ よったりか、あ4人かい、四十六文だな、そばいっぱいだな。ほんとにまあせっかくいいこと思いつきや、すぐ真似をしやがる。まあ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 、愚痴を言ったっておつかねえ。俺はなあいたちょいと出かけてくるんでな、すまねえが少し早く起きてな、弁当こせてくれねえか。おや、どこ行きなさる。ちょいとな、商売繁盛を願ってな、神様へお参りに行こうと思ってな。あくらさんになる程度朝飯を食べて弁当を詰めさせて、じゃあ行ってくるからな。ことによるとな、俺が出た後で忙しいことになるか分かんねえから、そん時はな、手に取りっぱぐれがねえのに頼むよ。大丈夫だよ、気をつけて行っといて。とりま、え、お客なんか気がしないよ、ゆっくり行っといで。とりま、早いとこお会長なんか終わっちまえばいいんだよ。変な見せ物小屋があってさ、何あれ、頼朝公のシャレ神戸、誰か頼朝公ってのはもっと頭が良かった、そう言ったら、これは御用商の頃のシャレ神戸、何言ってんだね、子供だは知らないか、本当に。はい、何ですか、おばあさん、恐れ入りますが、ご不浄を発祥、およくいらっしゃいました、ありがとう存じます、指紋でございます、ありがとう存じます、どうせ暇でございますから、ゆっくりお使いくださいませ。は、はい、何ですか、ご不浄、あ、よくいらっしゃいました、ただいまお一人中、仕事中でございますんで、一人で満員でございます、少々お待ちを願います、トイレを、洗面所、化粧室、川や接近調査はいつまでに踏む落とし、おしちゃいきます、一列に並んでください、一列に列を乱さないように前へならい。それから先ほどの方、ごゆっくりと申し上げましたが、だいぶ立て込んでまいりましたので、一旦切り上げて列の最後部にお並びくださいまし、そんな殺生な、おばあさんもお客がわんさかわんさか来るもんで、もう大笑いでございます。どれおじいさん早く帰ってきて手伝ってくれりゃいいのに、場になっておじいさん帰ってきます。ああ、くたびれた、ああ腰が痛くなっちまう、おばあさん弁当箱そっちやっといてくれ、
どうだったな。どうだったじゃない、おじいさん、早く帰ってきて手伝ってくれりゃいいんだ。今お客がわんさかわんさか来てね、私はね昼飯食う暇もなかった。まあまあそれはよかったな。でも不思議だね、おじいさんが出て間もなくだよ、お客が押しかけてきて、霊験あなたかじゃないかい、一体どこの神様へお参りなすった。え、俺は別に神様がお参り来はしないよ。それじゃお弁当持ってどこ行きなすった。あ、俺はな向こうの便所で指紋出して一日しゃがんでた。